皆さんこんにちは、なるほど店です。今日も間違い探しで遊んでいきます。イタリアのレベル6の57、9個の間違い行ってみましょう。さあ、また個数が多いですね。間違いの前回もあれですよね、見落としたですよね。子供ちゃんや人がいないのに、それにずっと気づかなかったという。さあ、アップしていきますか。長さの違いとかこの時に見ておいた方がいいですからね。形の違いとか大丈夫ですか。じゃあアップいたしましょう。てい。さあ、崖ですね。皆さん山登りとか好きですか。なるくんも嫌いじゃないんですけどね、疲れちゃうから途中で帰りたくなっちゃいますよね。最近ウォーキングもしてますけど、遠くまで歩くと帰りも歩かないといけないと考えるとあれですよね、近場くるくる回るんですよね、やっぱり。さあ、岩がない。それは言わないでと、岩だけにと。この辺も怪しい。あ、このなんか雪がかぶってないところがあります。ここの位置が違いますか。わあ、パッと見ちょっと気づきづらいですよね、この位置の違い。まあ気づきますね、普通に。人がいらっしゃるでしょ。この前も人がいらっしゃなかったんですよ、気づかなかったんですよ。さあ、あと3つ。窓。あー、なんか違う気が、ここが違う、雪の感じが。さあ、あと2つ。この崖のあたり、雪の配置も見ておいて、影も見ておいて、大丈夫ですか。あと2つ行きましょう。空は大丈夫でしょう。空になんとかがある限りと言うと、雪でしょう。岩の形。なんかちょっと違うような、合ってますか気がするんですけどね、ほんのちょっと違和感が。まあ何回か間違ってもいいんですけど、間違いすぎるとゲームオーバーですからね、もちろん。なんかありますか。岩の形合ってるでしょ。雪でしょ。こう輪郭を今手でなぞって見てるんですけど、あと2つ。ライブ配信もしたいですね。最近お休みの日もゲリラライブ配信させていただいてますからね。先ほどはにゃんこ大戦争さんお遊びしてたんですけど、もうちょっと積んじゃったんですよ。お、岩がなかった。敵さが強すぎて積んじゃうという。さあ、あと1個。この人がいらっしゃるのがちょっと怪しい。さあ、あとちょっとした違いなんでしょうね。この建物は？建物。煙突。難しい。また5分経っちゃう。まあでもこの辺もなんかありそう、間違いが。目が痛くなりますよね、ずっと見てると。さあ、休憩をしないと。目薬をさしてから。分かんない、あと1個。
ああ、ここの雪が若干違う気がする。おお、やりました。ありがとうございます。ということで、今回の動画は以上とさせていただきます。他にもたくさん動画ありますので、よかったらそちらもご覧くださいませ。高評価、コメントもお待ちしております。では、ご視聴ありがとうございました。また次の動画でお会いしましょう。